取れたての情報をお届けする挨拶。10月16日、武蔵小杉駅前に関係者が集まり、防犯キャンペーンが行われました。10月11日から20日までの10日間は、神奈川県が定めた市民の防犯意識向上を目指す期間です。この日は、地元中原区出身のプロレスラー大原はじめさんが一日警察署長に就任し、地域の防犯力向上を訴えました。一人一人の、ね、目を増やすことによって、そういった、犯罪の、ね、抑制につなげて、安心安全な街を作れていけたらなと思っております。その後、大原さんとその愛犬を先頭に、中原区ワンワンパトロール隊が武蔵小杉駅周辺を回りました。飼い主とその愛犬は、区から配布された防犯グッズをつけて歩きます。すごくいい取り組みだなと思うんですね。私たち毎日犬の散歩を連れていくわけですから、何か見つけたら連絡してほしいって、お役に立てるんだったらぜひっていう感じです。中原区では愛犬と一緒に地域を見守るワンワンパトロールの登録者を募集しています。詳しくは区のホームページをご確認ください。